にですね、はい、第1ラウンド柴田の先制攻撃、はい、右のストレートが効きましたですね、はい、僕もこの1ラウンド多分1回目行くんじゃないですか。ああそう思いますね。とにかく作戦はリング上で上がってから考えるということであります。とにかく減量との戦いで柴田選手相手のことを考えたことがないそうでありますが、今日計量が終わった後初めて相手のクロスに対する作戦を考えたということを言っております。さて第1ラウンド柴田がどう出ますか。ゴンが鳴りました。白いトランクスが柴田チャンピオン、そして黒いトランクスが挑戦者のラウル・クルスでやります。八尾田さん、クルスの警戒すべきパンチというのはどういうパンチになりますかね。左のアッパーですね。それと右のクロスを打ちますからね、これはうまいですね。ちょうど顎の一番先に当たりますからね、これは気をつけなきゃいけない、はい、特に怖いと思うのは左のアッパーから左のフック、これダブルですね。とにかく原田さん、両選手ともですね、最終的には接近して打ち合わなければ勝機がつかめないというだけに面白いですね。そうですね、非常にクルスもよく手が出ますからね、はい、非常に面白いですよね。練習を見てみましても本当にしつっこいという感じのクルスでやります。ただ僕はその記録から見た面で校外練習見た時のすごく迫力怖いという感じなかったんですよね。ただしつこくてそれに耐えられていけるかですね、柴田君が後半行った場合ですね、はい、クルスも八尾田さん、それほど硬さというのはあまり感じられないですね。そうですね、練習と同じですね、はい、まず第1ラウンド柴田慎重なスタートです。ちょっとメドルとは全然違いますけども、はい、こう下がって、ロープに刺さるところなんかちょっと似てますね。あ、そうですね。そしてロープに詰まるとうまいボディーワークを使いまして一転して逆転、そして、集中攻撃を浴びせるというクルスでやります。右 のクロスカウンターもクルスは持っているわけですけれど、その後の左の返しが怖いですか。右を打って必ず左を打ちますからね、はい、この左が怖いですね。はあはあ、原田さん、これまでの柴田の動きはどうですか。そんなに悪くないですね、はいはい、僕は一回持っていくと思ったんですけども、はあ、おっと左を当てました。チャンスを見出そうという柴田です。とにかく焦ることは禁物です。初のタイトル防衛戦ということになると硬くなるわけでありますが、左のボディーブローを送りました。チャンピオンの柴田、右のフックは空振り、まあ、右これ効いた、ストレート効いた、ラッシュでやります。フォアに詰まりました。柴田また右、八尾田さんにも左右よくね、はい、やって、そういうのものすごく考えやってです。あ、なるほどね、はい、それで右のクロスのストレートが当たりましたですね。そうですか。あ、今スロービデオが出てますけれども、柴田さん見えますか。とにかく強烈なノックアウトシーンでした、その右を、得意な右をね、これちょうどクロス気味に当たったでしょ。これが良かったんじゃないかなと思うんですよ。その後のその攻めというのはいつもの柴田君と違って細かくよく手が出ておりましたね。あはは、原田さん、今VTR 映ってますけれどもね、はいはい、まあ、クルスも懸命にボディーワーク使って逃れようというんですけれども、そうですね、この右のクロスです。これから左の返しですね。その前からやっぱりよく見てますよね。あはは、一発一発よく無駄な手を出さないで、はい、よく当ててますね。
最後はあれですけど、やはり左なんかも良かったじゃないですかね。あ、最後は右のこれアッパーですか。そうですね、最後はフックが当たってからよく見てますよね。はい、この時は島田君夢中だったわけですか。そうですね、もう空振りしないようにとにかく簡単に当ててですね、はい、最後は右のアッパーがあったですね。ところで今日はお母さんも来てるんですけどね、はい、島田さんね、今、いつみアナウンサーに取材してくれたんですけれども、心臓が破裂しそうな気持ちで見ていたが本当に良かった、勝つと信じていたが勝った時は、涙がこぼれましたということ。